トイックが最後まで解ききれないとか、英語読むのめちゃくちゃ細い、英語読むのしんどいと思ってる人には非常に有効なトレーニングとなっております。身近な SNS で遊び感覚でサイトトランスレーション、ツイッター編をやっていきたいと思います。さあ、あなたは SNS って使ってますか？もし、ただの暇つぶしに使ってるようじゃ、もったいなさすぎます。英語読む練習してください。英語の面白い話なら、苦痛なく読めそうじゃないですか？今日は、身近なツイッターを使って、サイトトランスレーションという読解法を練習していきましょう。さあ、サイトトランスレーションって何やねんって思ってる方もいらっしゃると思うんで説明させてください。サイトトランスレーションっていうのは英文を前から後ろに理解しながら読むリーディング法のことです。こんなことを言うと当たり前かって思ってしまうかもしれないんですけれども、実は皆さん知らぬ知らぬうちに前に戻って英語を読み直してるんですよね。この時間を省くことによって、まあ当然ながら英語の速読力上がりますっていう話なんです。当然ね、二度読みしてたところが一度で良ければ、もう単純計算ね、全部二度読みしてたんだったら半分で済むっていう話ですからね。なので、トイックでいい点取りたいとか、リスニング頑張りたいとか、もっと早く英語を読みたいとかって思ってる方には絶対必要な、基礎力となってきますので、ここを練習していきましょう。はい。今回のサイトトランスレーションは堅苦しい話はしましたが、遊び感覚でできます。ちなみにサイトトランスレーションについては動画のプレイリストがあるので、ぜひトレーニングしてみてくださいね。では本日も早速やっていきましょう。 Let's get started。 さあ、ではマミーディアさんの投稿を見てみましょう。こんな風にずらずらっと6行ぐらいありますよね。で、見たらうわーって思っちゃうじゃないですか。こうならないためにある仕掛けをしていきましょう。そう、全部一気に隠してしまいました。さあ、何が起こるかというと、今から読んでほしい、集中してほしい部分だけ英語が見えてきます。その部分だけを理解するように努めてください。解説のために日本語は入れてますが、日本語に訳す必要は一切ございません。意味だけしっかりとって興味を持ちながら進める、これがポイントになってきます。ではやってみましょう。1つ目、 My 4-year-old pretended。4-year-old っていうのは4歳の子供のことですね。前がついてるんでね。で、pretend っていうのは、ふりをするっていう時に使います。なので、何のふりをするかここで切られたら絶対気になりますよね。サイトトランスレーションのポイントっていうのは、気になるところで切っちゃうんですよ。あえて見ずにそこで切っちゃう。そしたら気になって何なのって内容を覚えたまま進めるので、戻る訳をしなくてよくなるんですよね。では続き見てみましょう。She was、 まあ、彼女は、要は4歳の子ですよね。はい。何になってるつもりなのか見てみましょう。はい。A hired cleaner yesterday. A hired っていうのは雇われたですよね。で、cleaner っていうのはお掃除人ですね。で、昨日っていうことなので、まあ昨日、まあ、雇われたお掃除人のふりをしたんだよっていうことを言ってるわけですね。さあ、そしたら続き見てみましょう。As、 これ2個あってますけど、これはタイプミスじゃないかなと思います。なので、As she helped。As っていうのは何々の時っていう風に訳すこともできるんですよね。She helped とかするととかね。彼女は、まあ、手伝いました、助けました、誰をとか何をとかが入ってきますよね。さあ、続き見てみましょう。Me clean。要は私が、ヘルプ人動詞が入っている場合っていうのは、人が動詞することを手伝うっていう風に訳すので、私が掃除するのを手伝う時とか手伝うとみたいな感じで訳すことになりますね。訳さないでいいですけど理解だけしてください。さあ、続きいきますよ。 She asked if、 さあ、彼女は尋ねました。で、 ask の後に if が入る文章結構多いんですけど、この if っていうのはもしじゃなくて、かどうかって訳してください。何々かどうかですね。なので、彼女は尋ねた、何々かどうか、ここで切られたら気にならない人って人の話聞いてない人ですよね。気になりますね。じゃあ次見てみましょう。 I had any kids。 さあ、この had っていうのは過去形になってますが、これは asked と時制の一致をしてるだけですね。さあ、何を聞いてるかって言ったら、私が子供がいるかどうかということを聞いてるわけですね。いるかどうかわからないので any をつけてます。サムじゃないんですね。ここはいるかどうかわかんない場合っていうのは any をつけてくださいということですね。さあ、そしたら続き見てみましょう。 After telling her、 後でですよね。彼女に話した、何を話したか気になりますね。じゃあ続きいきますよ。 About my two って言ってるので、これは two kids の略ですね。 Twitter 140文字なので、いろいろね省略されてるんですよね。さあ、そしたら続きいきましょう。I asked if、
さあ、また出てきました。これは説明不要ですね。はい、じゃあ何を彼女が尋ねたか聞いてみましょう。彼女というかこの投稿者さんですね。はい。She had any of? さあ、彼女があるかどうかわかんないから any が入ってますよ。何かって言ったら her own。これは2回目なので省略されてますが、キッズのことですね。彼女には子供がいるのかどうかっていうのを聞き返したということですね。じゃあ続き見てみましょう。Turns out、 Turns out っていうのは何々だということが分かるって、この後ろに分かったことが続くはずなんですね。さあ何が分かったか見てみましょう。 She has、 彼女はいると、あると、何があるんでしょう、いるんでしょう。はい。 Five kids and、 5人も子供がいて、そして、はい、続き見てみましょう。 Has been、 まあ何々な状態だってことですよね。 been がついてるんでね。はい、何か見てみましょう。Married to、 Married to っていうのは結婚しているですね。で、to がついているので誰と結婚してるかが入るわけです。誰と結婚したんでしょうね。見てみましょう。 A man named Caroline for、 カーリンという名前の男性と、まあ、結婚してると。はい、for が来てるんできっと期間が来るんじゃないですか。見てみましょう。30 years、 30年も結婚してるそうですよ、4歳なのに。はい、続き見てみましょう。You think、 まあ、あなた思うでしょうということを言うわけですね。続き見てみましょう。You know、 あなたが知ってる、何を知ってるかって言ったら someone。 なのでこれはまあ子供に向けて言ってるセリフですね。あなた誰か知ってるんじゃないって、あまりにも具体的に5人子供がいて30年カーリンっていう名前の人と結婚してるって言ったら誰かのこと言ってるんでしょうっていうことを最後に聞いてるわけですね。では一緒に音読してみましょう。My four-year-old pretended she was a hired cleaner yesterday. As she helped me clean, she asked if I had any kids. After telling her about my two, I asked if she had any of her own. Turns out she has 5 kids and has been married to a man named Curling for 30 years. You think you know someone? っていうこと言ってたわけですね。はい、そしたら Kind Mind Smart Heart さんの投稿を見てみましょう。まあね、いっぱいあったら読みたくないってなるかもしれませんが、一旦落ち着いて隠しちゃいましょう。それではいきますよ。 For to the dog、 For っていうのは4歳の子ですね。 To the dog、 ワンちゃんに向けて、でちょんちょんがついてるので何か言ったんでしょうね。セリフが来ると思いますよ。じゃあ中身見てみましょう。 Sorry you can't、 ごめんね、あなたはできない。ここで切られたら何ができないか気になりますね。では見てみましょう。 Come to my school、私の学校に来れないよということを言ってるわけですね。犬に言ってるからね。はい、続き見てみましょう。With me、 私と一緒にっていうことが続いてました。じゃあ続き見てみましょう。 You would bark、 bark っていうのは吠えるっていう意味ですね。で、would っていうのは何々だろうっていうことを言ってるわけですね。あなた吠えるでしょうと。はい、続き見てみましょう。 Too much and、 で、どれぐらい吠えるかって言ったらめちゃくちゃ吠えすぎるでしょうと。そして続き見てみましょう。The kids wouldn't、 子供たちは何々じゃないだろうということを言うわけですね。さあ何じゃないのか気になりますね。続き見てみましょう。 Be able to、 できないだろうと、何ができないか気になりますね。はい。 Hear the teacher、 先生の言うことが聞こえないっていうことですよね。じゃあ続き見てみましょう。 For to me、 今度は投稿者さんに向けて4歳の子が言うわけですね。はい、次見てみましょう。You can't come? あなたは来れませんよ。何にか気になりますよね。続き見てみましょう。Either、 はい、省略されてますね。Either っていうのは肯定文の時は You can come to なんですよね。でも否定文の時は to の代わりに Either もしくは Either っていう発音になるんですけど、これを使っていきます。これであなたも何々できないって今回言われてます。なのであなたも来れないよと言ってるわけですね。さあ、そしたら続き見てみましょう。ママ、お母さんなんですね、このね、投稿者さんがね。次いきますよ。You talk、 あなたは話すと。はい、ここで切られたら気になりますね。 Too much、 あなた喋りすぎるからって、お母さんおしゃべり好きなんですねっていうことだったんですね。さあ、そしたら最後に全文読んでみましょう。いきますよ。 For to the dogSorry, you can't come to my school with me. You would bark too much, and the kids wouldn't be able to hear the teacher.
4 to me, you can't come either, mama. You talk too much. ということを言ってたわけなんですね。いかがでしたでしょうか。再生リストもぜひチェックしてみてくださいね。こういうサイトトランスレーションという速読力を高めるための読解法のトレーニングの動画についてはかなりの数、もう100超えてます。ありますので、ぜひいろいろ見てトレーニングしてみてくださいね。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いいたします。See you in the next video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。Bye for now. このチャンネルはわいえ、右半身左半身、現役英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。